ドコモ対応してるのが少なくて、でまあアンテナもね 5G のアンテナもまだ少ないっていうことでね、どうなんでしょうねその辺ね。まあいずれはじわじわ、普及してくるだろうと思います。まあ取り急ぎちょっと今日はテスト動画でやってます。ちょっと長回ししますね長回しなんかこれね編集がなんか360度は大変だって聞きましたね。あのうずさんね、うずさんにちょっとアドバイス受けて、あと竹人さんねに、まあちょっとアドバイス、この間ズーム飲み会したんですよ。ズーム飲み会で、ちょっとこれね、普通の GoPro 8にするか GoPro Max にするか、ちょっとかなり悩んでたんですよね。もうでも GoPro が欲しいなと思ってね、インスタ360とかね、他のやつと悩んではいたんですけど、やっぱ GoPro ブランドっていうのもね、ちょっと一個今まで持ってなかったんで欲しいなと思いまして、でまあ結局うずさんはね、まあ、ガジェットレビュアーで結構ね有名な人なんですけど、その方は結局 GoPro 8とこの GoPro Max 2つ持ってるんですけど、実際こうカバンに出かけるときパッと入れるのはこの GoPro Max らしいですね。なのでやっぱだいぶこの前画面と後ろ画面の切り替え、まあ、2画面仕様ですね、まあ、これがすごい簡単にできると。で、あれですよね、あれですよもう要はモニターがついてるんで、まあ、GoPro もついてるか、はい、ちょっとここね高速道路のような感じの、ところを走っております。高速じゃないんですけどね、前にトラック走るんでちょっと残念ですけど、まあ渋滞やね、結構こうすっきりしていい感じなんですよね。見晴らしがいいですよね。これあれかな、どこまで映ってるんやろ360度カメラ。今このフロントガラスちょっと反射して見づらいんかな、どうなんかなちょっとマウントがあったらね、これちょっと外のボンネットにペチャッとつけてねやりたいんですけど、いやー、まあ、最近ちょっと私の動画ね伸びてないんでね、もうそんなに皆さん見ていただけないと思うんですけど、まあ、今日はテスト動画で、もうどんどんね車の試乗動画これから出していきますよ。本当にね攻めていきます。あのエニカっていうところとちょっと契約したんですよね。あそこのエニカで、まあシアカーなんですけど、それでちょっといろんな車乗れるようになると思いますんで、でまあ本田さんのね車もちょっとどんどんレビューしていきたいんですよね。今ちょっとやっぱあのフィットとあのヤリスね、ちょっと気になりますよね、どっち買おうかなっていうね方も結構いらっしゃると思うんで、こうあんなとこトラック、あすごいヤシの木、南国みたい、ここ南国みたい。
MAX を買ったという動画でした。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでテスト動画でした。じゃあね、バーイ。すごい熱持ってる。今これ15分回しっぱなしで 20% 電池が減りましたね。っていうかこれ GoPro めっちゃ熱なってる。